ハロー。ハロー。アイ l エノー。o ロー、アワーユー。おー、ドイツ人だ。<laughs> はい。ということでね、今日はエノさん、ドイツ人ですよね。ドイツとペルノハーフルです。ドイツ生まれも、<あ>生まれも育ちもドイツなんですけどもね。はい、あー、なるほど、なるほど。えー、じゃあ、例えば、じゃあ、なんだろう。こんにちはとかってんて言うんですか。こんにちは、たぶん聞いたことのある方多,分多いかもしれませんが、普通に言えば、<タッ> Guten Tag. Guten Tag. 何点ですか何点 9?10 点中の9点です。やったもうほぼ完璧。ここの面白い点として挙げられるのは、その t と n の音って、最後のグーテンの音って、グーテンって手話を入れて言ってもいいんですけど、脱落して、ビク解放って言うんですよね。解放してしまうんですよ、その t のこと。だから、 じゃなくて、くん、くんみたいな、<え>そのティっていう音が、<え>の気流がこっから出るっていう。じゃあ、英語の important の、アメリカ英語の important と似てるってことですかそう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 。えぇー。いう出ますドイツ語にもあるんだ。ドイツ語にもあります。もちろん、あのその手話を入れて、ちゃんと言ってもいいんですけどね、強調するときは、グーテンうん、うん、ぐーてんたく。ただし、まあ、ほ,ほとんどの場合は、グーテン って進むんでんすよここの、うん、ウーのウーの音って、うん、アメリカ英語のスクーンと同じほぼ一緒ですか多分ちょっと違うんです。僕はアメリカ式英語を表記するところは僕違うウー使ってるんですよね。なんかウー、ウーみたいな感じなんですよね。もうちょっとこうウーみたいな感じなんですけど、ドイツ語のウーは本当に韓国語のウーに似てるかな。ウー、本当にこう、なんていうんですかね。じゃあ、違<う>ウーですか。ウー で、すねタークのアーは、イギリス英語のファーザーのアーと一緒。まあ、で、発音してもいいと思うんですけど、ね、多分多分一緒。多分異イオンとしては存在してます。もうちょっと広めの,あのアーだと思うんですけど、ね、ただし、英語の、イギリス式英語のアーとして発音しても違和感ないと思います。うん、全く。もう一回言ってもらっていいですか g ッド e n Tag。g u t e Tag。ちょっと、タークっぽい感じ。ターク。タンク。 <Good> タック。そう。で、面白いのが、の G って書くんですけど、でも、あの僕はあの音節末、えー、無声化って言ってるんですけど、G は実際に G ではなく K なんですよね。多分、<ー>もう気づいたと思うんですけども。え、じゃあ、なんか、英語にないような音ってあるんですかそうウムラウトですね。うん、まあご存知かと思うんですけども、うん、えーと、うーとか、うーとか、こういうような、あの日本語ではあ、よくアウムラウト、オウムラウト、ウウウムラウトって言うんですけど、えもう一回ちょっと言ってもらっていいですか最初のやつ、アウムラウトは、 ですね。これはまあ英語の「え」に似てるかもしれないですけど、でも「え」ですね。例えばですか、spät」。遅いという言葉があるんですけど、単語が。シュこれシュ「シュですか?「ュ。ああの、sp って書いて、そうですね、シュプラス p なんですよね。あの、spät じゃなくて、うん、本当とにペ「spät」。じゃあ、アメリカ人がドイツ語を読むときは、spät。 っていうってことですかああ言う人めっちゃいます <laughs> いますいます <laughs> なるほどね <laughs>、うん、でも似てますかなアメリカ英語のえにほっと似てる感じ、うん、似てますねただしうーっていうのは、うん、えこれうーって言うんですかおーじゃなくてこれうー う、えー、ですね。うん。うん。うん。絵を言いながら唇を丸めるとうになっちゃうなるっていうふうに言ってるんですけど、もうでももう完璧なので本当に今聞いた感じでは<え><う>何点ですか？何点いやこれもまた九点ですか？十点十点って言ってもいいほど。<laughs> いや<ー>。うん。あ単語だとどういう単語がある？よ。聞くんとか。聞くん。聞くこと。hear。聞くん。聞くん。聞くん。あるいはあるいは。 2つのパターンがあって、その手話があのなくなってしまうと、R と N が一緒になるんですけども、でも R には特殊なルールがあってですね、母音の後だと、母音の後に来ると、あの母音化してしまうんですよ。あのカタカナ表記すると、本当におあって多分表記したら正確かなと思うんですけど、なの<え>で、h e a r じゃあ、R はドイツ語でどうやって発音するんですか r, これは ?R は、がーがーがー、るー。 摩擦音ですね、あの、後悔するの、ちょっと、あの、まあ小学校をイメージ、えー、するとですね、あの、小学校ってガッて言うじゃないですか、うん、あの、ただし、あの、まあ、やや早口でしゃ,しゃべると、こう、 摩擦かあのするんですけど、うん、なんか小学校小学校ががががみたいな感じになってしまうじゃないですかそれに非常に近い音で、うん、あの本当に G をイメージして舌先をあの使わずに音を作り出すんですけどね、うん、あよくうがいしてる時の音に似てるとも言われてるんですけどあんまり力を入れないで本当にこう優しくフランス語の R もなんかそんな感じじゃないですか ちょっとそうですね。れそれより優しい感じそれよりちょっと若干優しい感じだと思います。ううもう一回。フーゲン。ーゲうん。そう、R は本当に完璧です。じゃあ、これにしましょう。うん、エー光栄という意味です。ここはあの本当に A という R の音しかないので、エー H は何ですか ?H は。H はあのー、伸ばし棒みたいな感じです。本当にその最,最初の A という音を伸ばすための表記。 いや面白いなえ、じゃあ、この U に点々、ウムラウト、U のウムラウトは ?U ですね。U。あの、E を言いながら唇を丸めると、だいたい U に近い音になる。U。例えば、U、どこにあるんだえっと、Uber とか、ウエ Uber じゃないのこれ。そうなんですよ。これ、Uber なんですよね。え、それが、 それがウーバーの語源だと思うんですけどね。アメリカ式英語では使われてるんですよね、この言葉が。ただし、そのウーウムラートがあの英語にないせいか、あの音素として、音として、ウ <laughs> を置き換えて、普通のウを置き換えて発音してるんですよね、みんなが。なので、ウーバーもウーバーになっちゃってるんですけど、本当はウーバーなんですよね、えーえ。え、ちょっと待って、じゃあ、えドイツ語でウーバーはこ,このスペルってことですか いやあの、ウーバーは本当に、あのあれはもうあの会社の名前なので、会社名なので、うん、そのままウーバーなんですけど。ウーバー。で、これもまた面白いのが、最,最後にー、r、ER、って書いてるじゃないですか。うん、ただし、発音としては、普通はあのひ一つのボインしかなくて、それがア、ショアなんですよね。ウーバー。ウーバー。うんそう。ーーはちゃんと発音してると、すると、こう、ウーバアえって言って、その後にあボイン化した R が来て、エア <laughs>。 エアになるんですけどでも、それなんか分かんないんですけど、難しくて、ややこしいから、ほとんどの人なんかそ、れそれを一つのボーイにして、ウーバーって発音して、あの、するんですよね。本当に、こんな感じなんですよね。ウーバー。ほ他になんか、英語になさそうなやつ。これですかね。CH。CH の発音はですね。まあ、代表的なのは多分、ドイツ語を学んだ方の中で、多分知ってる方が多いんですけど、えしっていう言葉があるじゃないですか。R っぽくないですか、音。 あーちょっぽいですね。違 <laughs> う、ぽいんですよ。違うんですよ。あの両方とも摩擦音で、まあ R、R はもうちょっと後ろの方で発音されてるんですよね。<え>で、一ヒはあのこれ、これ本当にあの日本語の波行のがあるじゃないですか。その中のヒの最初の音がこれ,にこれと一緒なんですよね。<ー>なんで、カタカナで表記するときも一ヒって書くことが多いんですよね。 なる,なるほど、なるほど。じゃあ逆に英語をる人は、うん、えっ,って、えっ,って言っちゃうってことえ言う人もいますし、<う>あと、あの、なんか他にも、ラフ<う>ネス、ラフネスっていうのがあるじゃないですか。英語でも、あのスコ,スコットランド、うん、あの,の方の、うん、ある、うん、じゃないですか。うん、その、その、っ,っていう音を。うん あるじゃないですか人はまたちょっと違うんですけど、うん、それをよく「K」って置き換えと,というふうに発音してることが方が多いじゃないですか <laughs> でなのであのこの場合も「駅」っていう方が多いんですけど、ね、アメリカあるいはイギリスの方で「駅」逆にそれは面白いだけど日本人の感覚としては、うん ひ、ひ、ひ、ひに似てるから、ヒ<う>くとは言わないってことですよね。そう,そう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 。そう。だ日本人はちゃんとひひってとは言うんですよね。ただし、まあ、いっていう母音をつけたり、付け加えたりはしますね。そこは母音ないんですね。いひそこは母音ないですね。いひいひいひではない。いひそう,そうそうそう。えじゃあ,私は<で>あ、私は大二郎ですわ。いひいひ ビン大二郎えビンが私はアム。アイアム大二郎。アム。これは B、えー、同士、ザイン同士の、えっ、ー、と、ザイ,ンンザイン同士の単数、えー <laughs>、一年少単数。例えばじゃあ、なんか、そのドイツ語アクセントの英語、ちょっと聞いてみたいですけど。お<う> <laughs> はい、じゃあ、あの、じゃ、一番、代表的な、じゃ、アクセント、あの、訛りで、言うんですけど、じゃあ、英、英語で話しますか、ちょ、ちょっと。hello。そこは日本語でね。hello。え、i'm。Eno hello。how are you。 <laughs> How are you? I'm, I'm oh, in, doing good. Ah that's that's super, that's very nice. Uh, what what did you do today? Did you have uh, many things to do? I'm teaching uh, English, right? I mean English pronunciation, so I have many. Wow. Students, so uh so oh, what cool. time what time is it there? Are you in Germany? ah uh, yes yes i'm in germany it's uh, currently it's 10 20 22 uh, in the morning and the sun is shining the birds are singing it's really nice outside you, you know what when i was um, 17 years old I, I, I went to thailand and i met a german guy and oh really? you mm -hmm. sound like exactly like him i I miss him now. Yeah, I, I I can't remember his name, but yeah, I, 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 I forget his name. Yeah, you sound like it's oh, nice. Yes, yes, there are very many people in Germany that speak like this, but many oh. people speak better than this. You know, yeah, this right. Is very uh, stereotypical. You know, I think German people are very very good at speaking English. Generally speaking, wow. ah,すごいすごい最高っすね。発音じゃないちょっと質問したいんですけど。<laughs> <laughs> 男性名詞女性名詞とかってあるじゃないですか、うん、あれってそのえかそのよく分かんないんですけどなんでなんでっていうかじゃあ例えば猫,猫はどっちですか男性名詞女性名詞一般的に言うとあの女性名詞ですねえじゃあ猫のが男の子だったらそれでも女性名詞ですかうーん, <laughs> うーん あのー、カータっていう言葉が単語が一応あるんですけど男性名詞で本当にこれは男性ですよ強調したい時に使うんですけど本当に、あのー、一般的な名所って呼ぶ時は本当にカツだから猫っていう生物生態だからこうその生物を強調する必要がない場合はあの男性の猫でも女性の,あの代名詞「えー、Z」えー「C」って呼ぶんですよね。えー 変な話だけど、えー。えー、えー、ええー、そうなんですか。じゃあさあ,あの例えばコロナウイルスとかさ新しい単語が出てくるわけじゃないですかこれからも。それは。うん ど,まあ、どっちにしてるんですかど誰が決めてるんですかあの似たような言葉がすでにドイツに存在してたら、その似てる言葉のえ生物、文法性をこう借りて、あのーね、あ新しい言葉に当てはめるんですよね。で、コロナウイルスの場合は、ウイルスっていうのが昔から存在してるので、ダス・ビーロス、あるいはコンピュータ用語においてはデア・ウィロス。コンピューターのウイルスは男性名詞であの、人間が感染するウイルスっていうのが中性名詞っていうのは、あの、 生物文法性が違うっていう変な現象が起きてるんですけど。あれ中性名詞もあります。<笑><笑>うま<い>男性名詞と女性名詞あるのはフランス語とスペイン語かな。うん、えドイツ人はそれ絶対間違いないですかあ絶対間違えないけどもあの、家庭的にあるいは自分の地方的には自分が習った文法性、生物、 あのが他の地域あるいは他の家庭のやり方と違ったりするっていうのはあるんですよ。なのであの方言によってあのそのなんだろう監視、えー、が違ったりするんですよ。あの例えば、例えばですけどよくぬてらって言うんですけど、あのぬてらってあるじゃないですか普通にこうまあ塗るやつ。で、それが僕がいつもあの ダスヌテらって言ってるんですけど中性名詞で言ってるんですけどただし D あの女性名詞派もあの結構言って、うん、あのそれで喧嘩になることがあるんでしょーい,い,、ね、いや D だろうがいやダスなんだよ D, D だろうがいつも D で言ってるの。だってぬテらってあで終わってるからイタリア語のあってさ大体女性名詞だから女性名詞なんだよっていうふうにあの言ってくるんですけどいやでもダスじゃね でなんとなく言ってます。これは素晴らしい喧嘩ですよね。<laughs> 素晴らしい喧嘩ある意味では素晴らしい喧嘩ではあるかもしれません。ん聞いててでも男性名詞派はえみんな嫌ってます。男性名詞派はほとんどいません。<あ>その場合は、ヌテラ。あ、そうなんだ。大体中性名詞と女性名詞で争ってるんですよね。え何でだって。うう <laughs> え、だから、だから男性名詞。男性名 でとししてて認識してる人がほとんどいないな本当に皆無ただし女性名詞と中性名詞派はそこそこいてそ,そ,のその間でその中で争ってるんですけど男性名詞ってこう男性名詞だよって言ってる人はほとんどいません聞いたことない男性名詞女性名詞ってその,そのただその何て言うかな ABC っていうグループでただ分けてるだけなのかそれとも男性っぽいから男性名詞にするとか 女性っぽいから女性名詞にしてるとか、そういうのは何かあるんですか男性名詞だから男性っぽく聞こえるっていう現象は確かにあります。それ男性っぽいから男性名詞にもともとしてるのかは分かんないです。因果関係がちょっと逆かもしれませんが、でも男性名詞は男性っぽいと思う人は多分多いと思います。そこをこう、あの関連づけてる人がいると思います。ゃうんこはどっちですか うんこは,、うんこはえー、ディシャイスですね。あのなので、えー、女性名詞ですね。<laughs> なんでなんで,なんでえぇ、ー、不なんででしょう <laughs> すいませんあの。女性の方、すいません。なんか <laughs> で、カカっていうのもあって、それもまた女性名詞なんですね。これもうんこですけど。<laughs> えー、本当に。<laughs> でも、カカの場合は多分、アで終わってるから、なんとなく、アって女性っぽいっていう感覚があるじゃないですか。ああ、じゃあ女性名詞にしようかなっていうのがあったんじゃないなんかもっと、もし時間あったら、もっとどうか。<laughs> ぜひ、僕でよければ。<laughs> はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは。はい、失礼しまーす。失礼します。